小熊のミーシャモスクワオリンピックのマスコットキャラクター。本名はミハイル・パタピッチ。詳細はミーシャを参照。ミーシャを主人公としたテレビアニメ。本校で説明する。小熊のミーシャはテレビ朝日系列局他で放送されていた日本のテレビアニメ。日本アニメーションと朝日放送の共同制作。全26話。 テレビ朝日系列局では1979年10月6日から1980年4月5日まで放送。1980年に開催されたモスクワオリンピックのマスコットキャラクターを題材とした作品。主人公のミーシャは1977年にビクトル・チジコフによって作られたものでソビエト連邦オリンピック選手団のマスコットにもなっていた。 オリンピックの公式マスコットを主人公としたテレビアニメは放送当時は画期的なことだった。本作品以降、1984年ロサンゼルスオリンピックのイーグルサムにも少なからずの影響を与えた。オープニング映像とエンディング映像は第1話放送時点では未完成であり、オープニング曲とエンディング曲の歌詞テロップも省略されていた。 第2話以降ではメインスタッフと主題歌のテロップが青色で表記されるようになり歌詞のそれも表示された完成版が使われたオープニングの最後にはモスクワ五輪のシンボルマークの入った組織委員会許諾の映像が出ていたがこれは初期にはなかった口述の通り第18話に系列局の北海道テレビ放送の当時のマスコットキャラクターくんふとしが ゲストキャラクターとして登場した。放送局のマスコットキャラクターがテレビアニメのゲストキャラクターとして登場するのは初の試みであり、放送当時極めて珍しかった。その流れで第31回札幌雪祭りの雪の HTB 広場でくん、ふとしとミーシャが共演した。全26は休まず放送した。 ネットワークだったが、当時のテレビ朝日系列の完全系列局は9局と、少なかったため同系列の他のアニメ、ドラマ同様放送日時を変えて、同系列以外の放送局にもネットした。1971年の、不思議なメルも以来継続していた朝日放送制作の、アニメは、本番組終了から、おはよう。スパンクが開始する1981年3月まで、 1> 約1年間中断している。1999年にはホームドラマチャンネルで2009年には ATX で放送された。2021年現在 DVD ブルーレイ化はされていないが有料動画で視聴可能。放送時間は1980年3月中旬から4月終了時点のもの。系列は放送当時のものとする。ありがとうございます。